止まってたね。でやばい、やばばいだよ。なんだこりゃ。布団で。
それ寝息じゃないよ。それテレビの音。テレビじゃない、ゲーム。どうもいらっしゃい。しまった。間違った形になってしまった。もう一回。いやー、落とされた。うわー、リスナーさんたちに落とされた、落とし殺された。サーマーじゃないわ。よいしょ。はい。お店はいいよ。大丈夫だった、危なぁ。あ、一人しか乗ってこなかった。四人ぐらい必要なんだよね。もう一回。はい。で？おお、来た、初めて。初めて来た。あ、なるほど。やったー。やっとだ。で、あー、
これ。上に。ウィッグだけで。はい、エンディング始まるよ。エンディング始まるよ。新エンディング。やった。新エンディングだよ。エンディング始まるよ。行きますよ。アメウタおはよう。クイシツ来た。新エンディング。あれ？あれで終わり？はい。ということで、エンディングでした。終了になります。で、わかんない。結局機械を全部壊したら、自分の脳の能力もなんかシャットダウンみたいなしちゃったってことで、男の子も最初からここの研究所のモルモットだったみたいなオチなんじゃないの？みたいな感じ？お、いい、そうそうそう。
で、ちょっとね、みんなに相談なんだけど、昨日のエンディングの方がまだ良かったね。で、ちょっとみんなに相談なんだけど、昨日、なんか、次何やるっていうアンケート取ったじゃないですか。覚えてます?何が残ったんだっけ?何が残ったんでしたっけ?ねえ。何が残ったんだっけ?ウィッチャー3と、あ、バイオ HD と、あと、ゴッドオブウォー3か。って思ってたん、あ、オブリーだっけ?で、なんだけど、ちょっとね、ごめん、私やりたいのがね、見つかったの。だから、ちょっとこっちにしていい。で、二つ、あのね、もう新品で買って、もうほんと新品これ。新品のゲームなんだけど、新品ってパッ、何、開けてもいないやつ。なんていうの、包装紙もまだついたままのプレステ3のベセスダが作ったゲームで、レイジっていうゲームがあるんだけど、FPS のちょっとグロ系のゲームかな。未開封の。もしくは、シャドウオブモルドール。これどっちかをやりたいなぁと思ってて、どれがいい?どっちがいい?全然昨日出した名前と全く関係ない二つなんだけど、どっちが見たい?ちょっとアンケートっていい?ちなみに、レイジは、一本道のゲームです。で、シャドウ・オブ・モルドールは一応オープンワールドのウィッチャー3みたいな、TPS の、なんか歴史じゃなくて何?なんかぶっこれちゃんゲームです。どっちにしようかなと思って。レイジか、どっちがいい?まあ、私はシャドウ・オブ・モルドールいいなと思って買ったんだけど、レイジっていうゲーム、なんかね、棚に、ゲームこうやって並べようと思ってピッてやったら、なんかね、包装紙がついたゲームがあって、って思ったら、この買った記憶がないんだけど、レイジっていうこの、一応グロゲームですね。出てきたので、やってもいいなぁと思ったり。ハゲ、レイジ。ハゲだね。どっちがいいかなって。はい、どっちがいいでしょうか。じゃあ結果いきますよ。いいですか。結果いい?結果出していい?はい、じゃあ出しまーす。あ、レイジが見たいんだ。へえ、意外。じゃあレイジやりまーす。じゃあ次回からレイジの方をやって、
ていきます。まあ、ウィッチャー3はなんか結構人気も出たしね、なんか有名なゲームだったから、なんか名前が上がってるゲームってなんかやるのもなんか、あれだから、なんだろう、こういうなんかもう名前も上がってないようなゲームやった方がなんかいいよね。みんながやってるゲームじゃない方がなんか楽しめそうだから。ということで、レイジを次回からじゃあやっていきまーす。レイジが終わったら、シャドウ・オブ・モルドールやっていきまーす。それで、いいですか？はーい。ねえ、ちょっと楽しみだね。ということで、今日はここで終わろうと思います。またよかったら遊びに来てください。お相手は、トッシーでした。バイバイ、いて。バイバーイ。バイバーイ。ハーゲン。